今日のお題は豚バラスライスの角煮風ですね。今回の料理のツボは食べ応えをアップさせるべしでございます。今日はですね、薄い豚バラスライス肉をですね、ゴロゴロした角煮のように食べ応えのある煮物に仕上げたいと思いますね。仕上げにあるものを加えてさらに美味しくしますので、ぜひお試しください。それでは早速お願いいたします。はい、でまずこの豚バラの、ね、スライス肉ですけども、食べ応えをアップさせるためにこう、ね、ずらして並べますね。こうちょっとずつずらしてこう、ね、こういう感じでちょっとずつこう並べていきます。でこれをですね、こちらから巻いていきます。そうなんです、それが笠原の極み。もう来た、早い。薄切り肉を重ねて一気に巻くべし。そうなんですね、薄切り肉をちょっとずつずらして、でも手前からですね、こう結構ギュッと巻いてあげてくださいね。こういう感じで巻いていくとですね、別に小麦粉とかそんな何もしなくていいですね。もうギュッとこうですね、巻いていくとですね、もう完全にもう豚バラブロック肉にしか見えないですよね。こういう感じ、ちょっと巻いてますよ。そうですか。これもだから間違えてスライス肉買ってきちゃった場合とかにもちょうどいいと思います、ね、間違えないですよ。でぐるぐる巻くんでね、まあこれ煮る時間も時短で済みますし、うん、ね、はい、味も染みますんでね、とてもいいと思いますね。変わってこういうことやるんですね、巻いて。なんか芯にね、なんか入れてっていうんだったら、ね、あんま入れてもいいですけどね。今日も完全にこう肉の塊としてスライス肉を使いたい。でこれ焼いていきますけど、まあ、あの巻き終わりを、ね、下にして焼いていくとカチッと固まりますんでね。で全体に焼き色がつくまで焼いていきますけども、今日は時間がないので差し替えたいと思います。差し替えます。あ、差し替えます。もう油しかないでいいんですね。豚バラから油が出るので、はい、しかなくて結構ですね。まあ、こんな感じで全体にまんべんなく焼き目もつけますね。で調味料を加えて煮ていきたいと思います。まずお水です。お水、うん、でお酒ですね。お酒、お酒でお醤油、醤油、お砂糖、お砂糖、でさらにこれだし昆布入れてですね、まあ、この豚とだし昆布の旨味だけでもう十分だと思いますね。でここで煮ていきたいと思います。でここにですね、まあ、人に立ちましたら入れるのはですね、こちらのささがきにしたごぼうでございますね。ごぼう、まあ、新ごぼうの時期ですのでね、これも入れます。ささがきのごぼうをやる時のポイントってありますか？なんか難しくてなかなか上手にできない。まあ頑張ることですね。今日はささがきやるぞっていう感じで、気合が、はい、頑張入れてくださいね。あと焼き豆腐入れますね。焼き豆腐、これあの普通の豆腐でもいいんですけども、焼き豆腐ってあの水分が抜けててですね、味が早く染み込みますんで、今日は焼き豆腐使っていきたいと思いますね。そうなんだ。そうなんですね、はい、そうしましたらこれでアルミ箔をかぶせて弱火でコトコト15分ほど煮ていきたいと思います。アルミ箔を、ね、外しますね。まずこういい感じに煮えましたね、うん、いい感じ。でこれでもね十分美味しいんですけれども、うん、今日仕上げでコクをアップさせるためにですね、こちらの練りごまを加えたいと思います。練りごまか、はい、そうなんです、それが笠原の極み。練りごまを加えてコクのある味にすべし。豚肉とごま非常に相性いいですね、はあ、ごぼうとも相性いいですからね。この練りごま入れてコクと風味をアップさせます、ね、美味しそう。絶対美味しい、ねえ、うん、もうね、いつものね醤油味の角煮も美味しいですけども、これまた一味違ってね、めちゃくちゃご飯が進みますね。まあ、ちょっとこうね煮汁に練りごまを溶いてあげてくださいね。うわー、これ美味しそうだな。でここでですね、もうちょっとこのごまの風味をね全体に行き渡らせるために 5,6 分もう一回煮ていきたいと思いますね。今回ですね、でまあ今日は時間ないんでもう一回差し替えさせてくださいね。どんどん差し替えます今日は。今日はもうね差し替えスペシャルです。差し替えスペシャルですね。差し替えスペシャルですね。差し替えスペシャルすごいですよ。もうはい、じゃあね、これ大体 5,6 分煮るとですね、全体にこうね、こう煮汁にごまがとろっととろけていい感じになりますんでね。であまり煮すぎてもあのごまの香り飛んじゃいますんでね、大体 5,6 分でいいと思いますね。はい、じゃあ盛り付けたいと思います。ごま料理って日本人だけですか、こんな食べるの？いや、ごまは結構あの世界中で食べますよ。もともとね、あっちのアフリカとかそっちの方で取れますからね。ごまはね、これね、切りますとね、絶対そのごまだれはありますもん、家の冷蔵庫に。こんな感じで、まあ、一口大に切りますとね、これちょうどね断面もこう渦巻き状で可愛いんでね、こういう感じですね。これもほどけないんですか？もう大丈夫ですね、しっかりお弁当なんか入れてもいいと思いますね。はい、じゃあ盛り付けます。ちょっとね、あの煮えたお豆腐は異常に熱いですからね、気をつけてください。これ多分地球上で今一番熱いと思うね。そ
そうかもしれない。そうですね。相当熱い。ちょっとね、マグマかこれか。マグマか焼き豆腐ですもんね。だとしたらよく触ったな。でこうこう。ということは料理人の手ってすごいらしい。そうですね。私もまだマグマは触ったことないですけど。じゃ あれをもし食べるってなったらむちゃむちゃ熱かったでしょ。いや暑いですよね。そうですね。そうですね。ちょっと気をつけて皆さん食べてくださいね。ちょっと断面がこう見えるように。いや美味しい。いや渋いっすね、この、この色味。子供全然食いつかなそうです。そうですね。確かに。確かにこれ地味ですけどね。でも絶対美味しいです。美味しいですよ。ね、煮汁かけて、ちょっと地味なんで最後にこう青いね、三つ葉の葉っぱでも乗っけてあげて、はい、完成でございます。はい、出来上がりました。皆さんではお召し上がりください。別で作ったものをご用意しております。よいしょ、いただきます。はい、おいしい。ごぼうとこの練りごまが、そうですね、巻いたお肉いかがですか。いや、お肉もおいしい、うん、あ、いいですね、この巻いたお肉って、うん、いかがでしょうか、リンゴさん。不思議な食感。いや、ごぼうがむちゃむちゃ。誰が一番最初にごぼうを食べるってしたんでしょうね。皆さんもぜひ作ってみてください。笠原さん、本日はどうもありがとうございました。今日ご紹介したお料理の詳しい作り方は、エッセイ8月号の152ページに掲載しています。